と言いにくいですね。すごい言いにくい。先に言わせようかな。やばい、すごいしか言えないから。え、すごい。ちなみにどうですか。いや、あのね、1曲目の、うんうん、あのサビの高音のとこがめっちゃ好きです。え、私ポンコツからは、え、ポンコツからは、あの本当にスワちゃんは普段ポンコツなんですけど、このミューズで演奏してるステージ立つと別人なんですよ。ガラって変わるから、すごいなんか澄ましてやってたじゃん。あの説明で風のレクエルドで、うん、プロの演奏者にとっても弾き応えのあるって言ってたじゃないですか、うん、その意味が分かるというか、もうプロだから弾かせれる曲なんだなってすごい思いました。めっちゃかっこよかったです。でもなんかあゆちゃんが昨日、あ、間違えた、ラブアイが昨日なんかあの空き時間にね、明日ステージで新曲やるんだよねって言われて、こそっとすごい楽しみって、本当に、いや本当に楽しみのように言われて、それはすごい嬉しかった。すごいね、だからもう皆さんもぜひたくさん聴いてほしいなと思います。はい、ユリアンは、はい、私は1曲目はなんかアナザースカイとかで使えるようなめちゃくちゃ感動したストーリーが頭の中に入ってきて、
20時半からライブ配信をします。あのもうね見ての通り決勝レースの裏側で皆さん私たちと一緒にぜひ YouTube ライブで盛り上がっていきましょう。ぜひ見てください。お願いします。お願いします。そして、私たちラフィニミューズの今演奏しました3曲新曲が入っている CD が、新しく7月上旬頃に2回あります。皆さんあの違う話もしますので絶対もう1回聞いてください。違う話